さあそれでは、今回一つ目の企画はこちら、メンバーのあだ名を整理しよう。いやー、ありがたい。以前収録中にメンバーがあだ名で呼び合い、 MC が置いていかれる問題が発生。そこで今回は番組を円滑に進めていくため、メンバーのあだ名を整理していきます。ということで、事前に取ったアンケートをもとに、最も呼ばれている代表的なあだ名をグループ分けして紹介。最後にどこのグループにも属さないのがこちらの6名。平手ち、どっから来たの？なんか最初平手ちゃんで、その後にてちこってなって、もう次の時点でおかしい。てちこっておかしいですね。でそのままなんかもう子がなくなっててちになります。俺だから娘が髪の毛短くしてきた時に、テチの最初の頃のさって言われた時に、何言ってるか全然分かんない。急にテチって言われても、あ、すごいある。テチのソロ曲の自分の棺っていう曲があるんですけど、その曲の話をしてた時に、自分の矢倉さって杉で漢字をヤグラって読むと思ってたんです。杉をヤグラって読んでたんだ。ずっとそれそうだと思ってました。ヤグラ、自分そもそもヤグラってどういうのか分かる？なんかこう担ぐやつ。担ぐやつ。お祭りのね、いわゆるこうヤグラ、自分のヤグラを、まあパリピだけどね、まあそうね、日本の祭りはパーティーだからね。自分のヤグラ、まあパリピではあるけどって。いじられキャラ、どういうことでいじられてんの？全国ツアーがあったんですけど、危なっかしい計画っていう、大爆笑ですよ、メンバー大爆笑。そう、危なっかしい計画っていう曲が、パワフルですね。そうです、パワフルな曲で、結構盛り上がる曲なので、そこの曲に持っていくまでに、こう煽りっていう、すごい、なんだろう、なんだっけ、決め顔？ドヤ顔が結構すごくて、それをこう結構いじり出して、結構真似しててみんなで。VTR があるという、ことなので、ちょっとそのドヤ顔見てみましょう。結果はまだまだいけるか。効果ね。いいよ。盛り上がってる。確かに確かに、イエーっていう、なんかシェーみたいな、いくぜ。最後、浜岸日和は長浜ねるの大ファン。ねるどういうところが好きなの？ね、なんか可愛い、とにかく可愛くて、なんかポーズがすごい好きなんですよ。ポーズ？ね、あれ、ねるお得意のポーズ、あれか。これ、あ、そう、な、ひらがな。ひらがなの？はい。そのポーズが、そのポーズをしてる時のネルが可愛いんだ。他の子たちもね、みんな火やってる。そこは一応ネル、ネルがそのネルがやっぱ、では一応推しという。あ、そうなんだ。でも同じ浜は同じネルと。それになんか初めての九州勢で。そうだね。同じね、そうか、長崎と福岡だから、だから同じ。ちょっとせっかくだから、じゃあ見る横で決めポーズ。隣でやってあげてよ。やってあげてくださいよ。隣で決めポーズするだけ。というわけで、憧れのネルが真横へ移動。見て、この至近距離でやってくれるよ。見てごらん。いるよ。やってくれるよ、ほら。長浜だよ。長浜ネルだよ、これ。そうだよ。ほら、ずっと見ててごらん。良きタイミングでやってくれるから、ポーズ。ネルやってくれるよ。ほら。なんであのネルの照れた顔がまた可愛かったけど。もう一回、いくよ、せーの。お、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。なぜか澤部が参加してもう一回。小田先生から、はい、お願いします。モッツァレラチーズ、モッツァレラチーズ、モッツァレラチーズ、
マッツァレラチーズ。強い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 。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズ。モッチチー。モッツァレラチーズ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 。強いですよ、澤部さん強い。さあ、小田先生どうする？モッツァレラチーズ、モッツァレラチーズ、モッツァチャーズ、モッツァレラチーズ、立った、モッツァレラチーズ、モッツァチャーズ、モッツァチャーズ。さあ、小田先生まだありますよ。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズ。モッツァレラチーズ。そうですよ。モッツァレラチーズ。そうよ。うん。